はいどうもこんにちは、ホテルズの鳥圭介と吉谷です。お願いします。お願いします。はい、はい、ということでですね、今日はね、皆さん待ちに待った、スターバックス登場全然ファッションと関係ないですね。全然ファッション関係ない、うん、そう、スターバックスの福袋が届きました。はい、まあこれをね、まあ皆さんに、どういうのが入ってる、まあ多分ね、スタバってみんな好きじゃん、うん、行くでしょ、絶対1回は行くもん、月に1回は行く、行くね、そうそう、何回か行くと思うんで、うん、まあ皆さんにね、まあスタバのこういうのやってるんだっていうのも一緒にお届けしながら、これに何が入っていたのかっていうのも紹介していきたいと思います。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、僕が購入したので、はい、まあ、僕が概要をいろいろしているので、まあ、いろいろネットを見ながらちょっとお話しさせていただきます。はい、まあね、今回はスターバックス福袋2021ということで、送料と消費税込みで7500円、うん、で、何点か入っているっていう福袋になっておりまして、これが本当の記事なのかわからないんですけど、先ほどネットで調べたら当選率17倍、やばくない？17倍、やばい、やばいよね、17倍、17人に1人しか当たらないから、17、やばいね、うん、っていう感じの今回のスターバックス福袋なんですけど、まあ、一般的な中身としてリサイクルコットンの生地を使用した布ハンプのトートバッグ、まあ、これですね、これが絶対入ってるやつ、うん、で、福袋限定ステンレスタンブラーとボトル、その他オリジナルグッズとスターバックスのコーヒーなどが詰まった福袋です、うん、という感じになっておりまして、まあもうすでに、まあ僕は確認させていただいたので、まあ一つずつね、吉谷さんにこれどうっていうのを言いながら、うん、紹介の方をしていきたいと思います。はい、まずこのバッグ使えそうだね。いや、まずバッグはいいよね、すげーしっかりしてるし、うん、ピクニック行く時とかすごいいいし、ね、最高だよ。ここもちょっと、うん、なんて言うんだろう、持ち手、ふにふにしてる、持ち手もすごいしっかりしてるし、しっかりしてる、なんか洗えそうだしね、ちゃんと、うん、まあ洋服関連観点でいくと、ここがねしっかり縫われてるんで、なかなかこれは取れないと思うよ、うん、うん、重い荷物入れても大丈夫、耐久性がすごそうですね、耐久性はすごいですね。でもサイドにほら3つポケットがあって、おお、そうそうそう、サイドってね、正面ですね、正面でした、3つポケットがありますね、うん、まあ、ここにまあハンカチ入れて、ハンカチ入れて、ここ何入れる、これハンカチです、ハンカチ3つ落ちる、3つハンカチ入れるからね、はい、はい、ということで、はい、じゃあまず1つ目から言いますと、はい、まず1つ目です、うん、ドリンクチケットですね。おお、これあのですね、こういう感じでペラペラペラと、一応これが期間が1月1日から6月27日まで、うん、まあ、約半年間、お好きなドリンク1杯と引き換えていただけるというチケットになります。これ大きさとかはあれなのかね、大きさっていうより610円を超える場合は、うん、超えた分のお金を払ってくださいってことで、だから610円以下だったら6杯無料だから、もう最高だね、これだけで5630だから、6636か、3600円、まあほぼ4000円近く、うん、もうこちらで、ね、お値段はします、うん、はい、これ当たった人はね、なんか2枚ぐらいはなんか友達のプレゼントであげたりとか、そういう使い方でも、ね、使い方でももしかしたらいいのかもしれないという、うん、これ一つ目、はい、次、2つ目ですね、はい、これはちょっとここを隠させていただくんですけど、こちらが、コーヒー豆引き換えカードになっておりまして、250g、 お好きなコーヒー豆 250g と、交換できるというカードになります。なんでこれを渡していけば、コーヒー豆と交換してもらえるっていうカード、ーだから多分コーヒー豆も結構出すやつから、するよね、多分ね、1000円とかするんじゃない、うん、すると思う、だからもうこれでも実質5000円とか、うん、もうすでに5000円、もう半分以上だね。でもトートバッグもあるからね、これが1500円だとしたら、あともう1000円分かなってぐらいなんですけど、うん、早いね、早いよ、ね、早い、もう消化しちゃうのかってぐらいなんですけど、まだまだあるので、まだまだ、はい、じゃあ次、まあさっきコーヒーの引き換え券って言ったんで言うんですけど、コーヒー豆、おお、これだね、多分 250g っていうのは、そうだね、これ 250g のもう引いてある豆、結構量あるね、うん、うん、パイクプレースって書いてあるんですね、まああんまり僕詳しくないんで何とも言えないんですけど、まあいい感じ、まあいい感じだね、多分うまいでしょうね。3つとトートバッグでも元は取れております、うん、
という感じで、じゃあ次紹介しますね。はい、はい、次ですね、ランチボックスかな、これは。おお、お弁当箱。お弁当箱、こういう感じでマジックテープをこう剥がして、こういう感じで入れてあげて、うん、またこうやって閉めてあげるっていうランチボックス。よくない？これいい。そう、彼氏さんとか彼女さんへのね、うん、なんかご飯作ってきたよって言って、ここからそれこそサンドイッチ入れてピクニックとかすごく良さそうじゃん。芝生に置きたいもんね。芝生に置きたいよね。置きたい。芝生いっぱいついちゃうランチボックスもついてます、うん、いいね。もうだからもう元取ってるんで、基本タダみたいなもんだと思って見てもらっていいと思うんですけど、うん、ここから先タダ、ここから先タダ、やばいね。まだまだ次ですね、はい、あと3つございます。こちらマグカップです。かわいくない？かわいい。いいよね。結構でっかいね。結構でっかい。多分画面で伝わるかね結構でかいよね。まあまあ俺の顔よりちょっと大きいぐらい。そりゃないですけど、普通のマグカップと比べたら、うん、まあ、点5倍か2倍ぐらいあるような、うん、まあ結構口も広いし、はい、まあなんでなんか味噌汁とか入れてもいいかなとか、うん、いいコーンスープとかね。コーンスープとかね、うん、そうそう、コーヒー以外でも使っていただけるような、うん、そんなアイテムです。いいわ。うん、なんかスタバの店員さんこうやって映ってたりとか、ね、街並みとかね、街並みとか、まあ、あんまりわからないんだけどどういうコンセプトか、うん、まあ、こういう感じの、マグカップがございまして、さらに、はい、そのマグカップと同デザインのこちら、お、先ほどのね、あのマグカップと同じデザインのタンブラーが入っております。皆さんね、知ってますかね、タンブラーって、あの実はあのスターバックス持ってくと20円引きだっけな、ちょっとね安くなるんですよ。そうなの？そうそうそう、そうなんだ。だから結構スタバとかでさ、なんかちょっとイケてる女の子とかさ、こうやっているわー、ありがとうございますみたいな、いるわー、いるじゃん。え、あれそれってこれじゃなくても大丈夫なの？いや、ダメだった。あ、ダメだった。ただの節約かやねんか、おい。そんなのダメだ、ダメだ、ダメだ。ちゃんとスターバックスのこういうロゴとかいろいろあったらいいんじゃない？あー、なるほどね。その非売品持ってってもね、バレないと思う。だよね、うん。これでもいい。いっぱい種類ある。いや、これでもいい。これもいいと思う。あ、そうなの？いいじゃん、多分。でも、これ持ってけよ。さすがにね。で、これだから、この口をピッて開けると、これまあ持ち手にもなるし、ここに口つけるとかあるんで、こうやって飲めるっていう。冷めないしね、これ。冷めないしね。こう、しっかりタンブラーで保温できるという、アイテムになります。多分これ、グランデサイズかな。か、ベンディサイズかちょっとわかんないんだけど、まあ結構大きめのね。でかいね、なんでトールサイズのドリンクとか頼んだら多分超楽勝で、うん、あれだと思います。500ぐらいで入るぞ、ね、多分これはどの人が頼んでもこのデザインではないんですけど、同じ形はね多分ついてます。続いて、はい、またボトルですね。なんか水筒？これは水筒だね。ピッて開けてここでまたおしゃれやなって飲むっていう、まあ、タンブラーとボトルの違い何って言われたら、まあ、どっちもボトルなんですけどまあこっちの方がまあよりなんか水筒感あふれる感じかなって思いますね。本当にピクニックセットみたいだね。うん、そうそうそう、かわいいね、かわいい。こんな感じのボトルが入っております。はい、うん、でこれ一応あのストローも付属でついてるんで、ストロー差し込んでこうやって飲んだりとか、まあ女の子とかやっぱリップとかしてるからさ、確かに確かに、あの口についちゃうと、うん、飲んじゃうとついちゃうっていうのもあるんで、多分そういう点も含めてっていう感じかな。まあ一応以上で、このスターバックス福袋に入っているアイテムの紹介は終わりなんですけど、どうすか？いやね、お得、お得じゃん。お得だし多分一番ちょっと分ぐらいあるよね、うん、あると思う。去年はね、あのレジャーシートとかあったらしくて、あったんだ、めちゃめちゃいいんだよね。で、今僕もちょっとメルカリで買おうかなと思って、うん、あとレジャーシートさえあればね、この中にお弁当入れて、そうそうそう、チケット持って、で、飲み物入れて、コーヒーも入れて、もう完璧な、完璧だね、ピクニックがね、できるということで、うんうん、これ新春はもうこれだね。そう、これでピクニック、春は花見だ、これで、うん、お忍びピクニックですかねあの、まあ、あんまり外出もできないということで、ちょっと静かなところでピクニックでもできたらなと思います、ね、結構ね、外れな人もいて、外れっていうと悪いんですけど、うん、なんて言うんだろう、なんか外れって何、なんかだるまさんのマグカップとかね、まあ、俺が当たったらさ、結構だるまでもいいけどさ、
ちょっと可愛いさ、それこそインスタグラマー系の女の子がさ、だるまみたいな、それはちょっと嫌だよね。動画映えしないかもね。そうそうそう、動画映えしないよね。まあなんか、まあ、キモカワ的なノリなのかもしれないけど、それはちょっとなっていうところがあったり、なんかぬいぐるみみたいなのもあって、スタバグッズみたいな。まあ、それもまあ当たらなくてよかったなっていうのが正直な本音でございます。でもこのセットはめちゃめちゃ当たりじゃない？当たりだと思う。もうこれからまあ使いまくって、来年もね、狙っていきますか。うん。はい。よし、俺も来年買いたい。来年頑張っています。で、じゃあ一緒にじゃあ、ピクニックしましょう。使わせよう。一人一個持って。17倍の壁乗り越えてね。17倍の壁乗り越えて。頼んでいきたいと思います。行きましょう。ということで今回はね、まあ、洋服ではなく、スターバックスのね、福袋の紹介でございました。はい。まあ、こんな感じで、僕たちはね、まあ、ファッション以外にもいろいろまあご紹介できたらなと思いますので、はい、今後も皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでですね、はい、動画を良かったら参考になったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をね、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。概要欄にインスタグラムも、掲載しておりますので、そちらからリンク飛んでフォローなどしていただけるとさらに嬉しいのでよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで終わりたいと思います。ホテルズの鳥木圭介と吉谷でした。ありがとうございます。ありがとうございます。